手順は分かったらな、軍曹のところに出頭しろ。安全を守る責任は一人一人にある。不審なものを発見次第直ちに上官へ報告せよ。所属は、まあ、アレガス2。お前の担当は工場だ。給料が出ないぞ。持ち場に着け。これから中継があるため、各自持ち場での待機を徹底する。ネビルはどこかにいる。怪しまれるまではするな。溶け込むんだ。安全を守る敵に行け。ネビル、前に出ろ。大丈夫だ。バカな真似はするなよ。下がってろ。立て。捕虜は放送室に連れて行かれるようです。イエスター、お前らは工場に行くのか。持ち場に行くんだ。言われました。そうか、盛り付けてしまえ。Thank you.
換え。クソ、ネビルを殺す気だ。まだ到着していません。お待ちを。早く行け。代表は3つ目の部屋でお待ちだ。今行かせます。代表、ヤリッチ博士、ご覧ください。肺炎血の兆候は？いいえ。終わったら別の冷凍庫から出してくれ。はい。再生入の人員を残し、全員ニュースステーションへ。繋げろ。君たちが処刑官か？あそこだ。ネビル隊、私が誰かわかるか？よかる。我々は戦争捕虜だ。生存権がある。これはストックホルム条約違反だ。ストックホルム、ここはどこの惑星だと思っているのだ。正体、中継開始まで3、2。親愛なる国民の皆さん、私はヨハン・スター。このような演説には慣れておりません。というのも、以前から話べたなものでしてな。だが、率直ではあります。本日、私がお話しすることに、国民は胸のすく思いをするはずです。偉大な指導者であった我が父とヴィサリ朗、無からこの国を築き上げました。先見の地をヘルガーンの国民の未来に捧げ、共に力を合わせたのです。ヴィサリ朗は我々に目標と希望を、そして我が父の工場は強力な軍隊、宇宙で最強の軍隊を。だが軍部は我々を失望させた。彼らはただただ声太りだらけ、緩み切ったのだ。しかし、それも今日まで。今や新たな指導者が求められる時が来た。私なら築き上げることができる。そして服従と隷属という病を消し去ろう。亡きヴィサリ朗を讃え、明日我が国で史上最大となる軍事作戦を開始する。その前祝いとして、お前に正義を与えよう。復讐を。そしてヴィサリ朗を殺した者への死を。なんだ貴様。ああ、俺だ。この恥知らずな男め。リコ、生きてたのか。礼はいらないぜ。何？セブの援護。敵襲だ。追い込まれたか。その調子だ。行くぞ、倒した。
油断するな。抵抗なしで他の仲間を助けられん。タイ、あの演説、こっちの白旗を認める気はないようだ。なんだと？何か企んでる。さっき俺が見たメインコンピューターじゃやつら。セブチェンコ、今はそんな話をするな。待ってくれ、白旗だ。ベクターは昨夜降伏した。将軍は全 ISA 軍に直ちに投降を命じた。投降？タイはそんな命令に従うのか？部下の命を救えるんなら、ああ、私はそうするよ。しかしネビルタイ、奴らの計画したいでは、それはないかもしれない。数分だけ俺にください。ああ、だが本当に数分だけだぞ。ベラスケスを連れて行け。セマン忘れてたぜ。叩きのめせ！試してみよう。現在212。
急だ。なんてこった。機械のところへ行け。
集中しろ。武器を拾え。はい、大変なことが。クリア。代表、ここから出てください。まだだ。巡洋艦に戦闘計画をアップロードする。オーロックのことだからきっと。スタール、君と話をしている暇はないんだよ。スタール、なん？お前の持っているペトルサイト兵器とハードウェア要員を渡せ。お前は私の指揮下に入ってもらう。何をバカバカしい。スタール代表、君はビサリの仇を始末し損ねただけでなく、我々は全国民の前で恥をさらす羽目になった。皆さん、お怒りはごもっともです。面目を潰しました。しかし地球を領土に加えれば、今日のことなど誰もが忘れるでしょう。進行計画を変更すれば全て失う。代表、交渉の余地はない。申し開きは結構。閣下の言う通りにしたまえ。閣下、閣下だと？奴がビサリの後継者に？代表、評議会の命令を拒否するなら国家反逆罪とみなし、君を処刑することになる。閣下の命令に従うか、どうだ？よろしい。戦艦がスペースエレベーター周辺の軌道に集結している。直に兵器を運べ。直ちにだ。くそ、くそ、くそ。艦隊の準備を。今だ、バカ者。兵器を受け取り次第、スタールは殺す。それでよろしいか？ご随意に。はい。今さらこの戦争を蒸し返すのはまずい。蒸し返したいのはむしろ奴らの方です。よし、やるなら体勢を立て直し、計画を練らなくては。あの船はステーションに向かう。あれを乗っ取り地球に知らせる。だがどうやってここから出るんだ。ジョモ、キャンプに戻れと命令したはずだ。そんな命令には従えるわけありません。ネビル大尉ですね。ジャマ、大尉を部下のところへ送れ。俺たちはできるだけ無線で連絡を取る。スタールの後についていけば宇宙基地に行けるはずだ。
ネビル隊員、こちらセブチェンコ。聞こえますか？どうぞ。氷がもうないぞ。